いやあみんな、元気にいたずらしてるか？今日も始めるぜ。せーの、ゾロリの部屋。毎回ゲストを呼んで、いろんなお話や夢を聞いちゃったりするこのコーナー。今回のゲストは俺だ。なんだ、また来たのかビート。来いって言ったのはお前の方だろ。あ、そうだっけ。ちょっと見返してみるだ。先生、もうダメだ、時間いっぱいだって。ほら、俺のせいなのか。ま、夢は語るものじゃなく掴むもんだからな。さすが先生、いいこと言うだ。まあな。ゾロリ、いつかリベンジしてやる。やれるもんならやってみな。あ、スタッフさん、ビート君のゲスト予約いただきました。なん、ビートの方から言ってるだ。悪意のある切り抜きだ。ビート、素直に吐けば楽になれるぜ。俺は無実だ。んじゃあまた出るとこ出るか。望むところだ。俺の正義は決して負けない。じいちゃんとも約束したんだ。あ、じいちゃんって何度もやのニックか。面白いじいさんだったよな。親父ギャグも強烈だっただ。ゾロリ先生にはかなわないだよ。ええ、まあ一度手合わせ願いたいもんだぜ。けどあのじいさん。ああ、今は宇宙の正義を守りに行ってる。宇宙か、大したスケールのじいさんだ。そんなじいちゃんのためにも地球の正義は俺が守るって約束したんだ。なるほどな。ということはビートの夢って。ああ、俺とじいちゃんの夢は全ての正義を守ることだ。大きく出たな。けど嫌いじゃないぜ。ゾロリ、ビートは偉いだな。ニックさんもきっと喜んでるだ。イシスさん、ノシスさん。だが残念だったな。この地球には俺様がいる。いたずらの王者である俺様はそう簡単に止められないぜ。だったら何度でも止めてやる。負けないぞ、解決ゾロリ。まあせいぜい頑張りたまえビート君。それじゃあみんな、今日はここまでだ。次回も楽しみにしててくれよな。スッポンコペッポンコザーザーリー。おい、ビート出しゃばりすぎだよ。